皆さんこんにちは。ミニゲーム特訓シリーズ、今日はね、じゃあ居眠りワンワンをねやっていこうかなと思いますよ。これマリパ2なんだけどさ、マリパ2の時は割とすぐピョンって沈んでくれたんだけど、なんかねこれちょっとね隠れるまでが遅くなってるんですよね。だからちょっと予測してやらないといけないから、達人に勝つの結構難しいんだよな。バチになるでしょ。うん、そう。ちょっと一足先に動かないといけなくて、達人はね、もうちょっとなんか猶予があるっぽいんだよ。なんなんだろうな。どこのタイミングでやってんだ。こう。おー、なるほど、ここか。あ？ちょっと待って、待って、待って、ミスった、ミスった。ミスりましたって。いい、いいよ、いいよ。はい、あこれは私が悪いわ。タイミングをね、掴みたいのよ。はい、ここでしょう。これだとね、多分ね、早いんだよね、きっとね。だからどっか掴むタイミングがあるかも。ここでさ、ちょっと、稼ぐしかないんだよ。あ、負けたわ。足止めてなければ勝ってた。どういうことなんだってばよ。目を開けるんじゃない。もう目を開けるな。オッケー、勝った。目をね、開けないでくれてれば勝てるんだけどね。わりかし早めに目が覚めることがあるね。2回目とか。そういう時にね、反応できないんだよな。大丈夫。大丈夫。ここ。ここ。いいね。ここ、あ、まだか。よし、いけ、いけ、いけるかいけないかの判断だよ。これ最後までたどり着かないと、全員ダメだった場合って、あれなんだよ、2位になっちゃうんだよ、全員が。パン来ない。パン来ない。パン来る。やべ、あー出ちゃったわ。あ、こういうパターンもあるんだ、知らなかった。ちょっと欲出すとダメだな、マジで。焦っちゃうな。でもここここ、あ、まだか。ここ。いいね。目開けるな。オッケー。マジで。目を覚ますかもっていう瞬間、毎回緩めることが大事かもしれん。いっぱい進んでる時に、急に止まってもすぐにしまい込めないっていうか、すぐに隠れられないから、破裂するかもっていうタイミングで、絶対必ず緩めることが大事、破裂しなくても。
でもそれだと負けるんだよね。難しいね。まあいいゲームですよ。